長久手市は愛知県の北西部、尾張地域東部に位置するし、名古屋市のベッドタウンとして発展しており、全国で一番住民平均年齢が若い、自治体でもある。色金山歴史公園から見下ろす小畑山、天正年間の小牧、長久手の戦いでは、この地域で長久手の戦いが行われた。長久手市の北東に隣接する瀬戸市ともに、2005年日本、 国際博覧会、愛、地球博の開催地であり、リニモという日本では、初めての実用的な磁気浮上式鉄道が通っている。2008年5月1日に推計人口が5万人を突破したことに伴い、2012年1月4日に、市政施行した。2015年の国勢調査では、人口増加率は10.7%であり、全国の市の中で最も高い。 市政施行前は愛知軍に属していた長久手市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。終わり東部一帯に広がる終わり丘陵に位置し、標高は北西部が低く南東部は高い。 地域には一級河川の金出川を含む13の河川が流れており、内堀川を除くすべてが金出川に流入している。金出川原流域が南東部に存在しその流路は、おおむね愛知県道215号電もみ、名古屋線に沿うように市の北西部へと流化する。山地河川故障地名人口は年々増加している。藤川海域や名古屋 IC が本市域から近いこともあり。 隣接する名古屋市名東区に近い地域ほど人口が多い。江戸時代は徳川市の支配下にあった。1971年4月1日、長久手村が調整志向し長久手町となったのを機に制定。以来、2012年1月4日に、市政志向市長久手市となった後も受け継いでいる。長久手の名をかたどったもので、二つの輪の結びつきで優和を表すとともに、 左右に伸びた円幅で発展と飛躍を表している。2019年度当初予算案愛知以下、大学病院本市の郵便番号は、郵便番号480から 11XX。長久手市中央図書館、海外2005年日本国際博覧会で、名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国を、それぞれ、 一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。国内その他、多数の企業、団体等と協定を結んでいる。電力ガス上下水道ゴミ処理電信長くて、古戦場駅愛知高速交通東部給料線が、市内を通る。市政部の一部からは、名古屋市営地下鉄東山線の藤ヶ丘駅、または、本郷駅まで徒歩で行くことが可能である。 地下鉄車庫の一部は、東市域にある。名鉄バス名古屋営業所市内に名鉄バス名古屋営業所がある。長くバス以外の公共交通機関が存在しなかったため、地下鉄藤ヶ丘駅など、名古屋市方面への路線が充実している。太地は、市内の停留所。他には、名古屋市 A バスが、猪のしし高緑地、日清市巡回バス、クルリンバスと高速バス。 山の港号が長久手湖線城駅、終わり朝日市 A バスアッサピー号、瀬戸市、コミュニティバスが愛知医科大学病院へ乗り入れている。高速道路長久手本線料金所この他、透明高速道路が市域を通るが、市内に IC 等はない。国道市内に国道は通過していない。県道愛知県道6号名古屋長久手線市内の 道路通称名市内の都市計画道路を中心とした道路に相性をつけるため市民から募集し、選考委員会により道路相性が決定した。自動車交通量の多い比較的大きな道路に付けられている。長くて古戦場公園食かな山歴史公園展望台、豊田博物館愛、地球博記念公園猪高緑地の一部は本市にかかる。なお、 本市側からイノシシダが緑地に入ることが可能である。長久手市には複数のマスコットキャラクターが存在している。なおいずれのキャラクターも管理者や目的が異なるため、市が著作権を管理していない。ありがとうございます。